ーによる斬新なウェットビアです。汚れやすい白をあえて使うこだわり、クエキセンスの考え方も白か黒か。長袖であり、起伏なく非常に着心地が良く、立体裁断されております。Thank you.
ております。Love is the best place to find the lovers at the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots with the bars and we talk slow. 実際に見ていただきますと非常にわかるかと思いますが、腕回りそして足回りは特に軽量で行っております。ご覧いただいておりますのは、特にこのクイーンズの、スマートでシンプルなデザインですが、このホワイトなどそしてロゴのラインが女性の形を体をきれいに見せてくれております。してない形ではないでしょうか。先ほども申し上げましたように日本人の、体型に特化しているジャストフィットがテーマとなっております。着られる皆様方ライダーの声をまさに形にしたウェットスーツといっても過言ではございません。やはりピンクというのが今年のカラーとして出てまいります。黒をベースとした今年のこの J キッズブランド、もちろんパンツの方も細身ではありますけども、きつくなく着やすく伸びもでき、そして、もちろんギアとしても着心地も抜群となっております。形にしたウェットスーツ、J フィッシュならではの採寸といっても過言ではありません。できるだけ余った部分がないように動きやすいようにがテーマとなっています。常に1982年からウェットスーツの製造を始めたモビス、スキューバーダイビングからサーフィン、そして水上バイク、ヨットなど全てのマリーナスポーツに使われることを大事にとっている、それがモビーズです。バックプリントからそしてライン、全ては着やすさとそして体が凝ってしまう着膨れ見えないように作られている。常に皮膚感ということがテーマを忘れていません。さあこのモビーズ2003年には独自の歌詞でご覧いただきます。さあモビーズの昨年度から比べますと少しピンクの部分を少なくし、なおかつそのピンクの部分のカラーをインパクトのあるカラーに変えております。1ミリのボレロとパンツ非常に薄いんですよね。このさらにこのボレロの袖とパンツのウエスト部分なんですが、実はここ、見えておりませんがドローコードで微調整が可能となっております。そして女性の脱ぎ着しやすいようにアンクルジッパーも装備されております。肌に近い1ミリからなる衝撃から身を守るリアルアスリートのウェットスーツ、マーメイド、そして男性のコンバット。さあこのジェットドライブ、もちろんウェットスーツだけではありません。アフターゲアといたしましてことも間違いございません。軽量なので伸縮性のある生地、こちらの方は大変動きやすく、スピードルーシーム、そして水遊びなんかにも適用されております。さあショーツの方はですね、丈の方も非常に微妙なところでデザイン性を持っております。丈夫で速乾性のあるところから水抜き穴が装備されております。
ンといいましても、このジェットドライブ、ギアといたしましては、もちろん気圧差だけでなく機能性を何度も言いますが重視しております。まさに PWC のためごとを起点にも非常に動きやすいという点は皆様方にもご覧いただけるかと思います。ベストの方ももちろんですが、4つのバックルファイルとなっている。さあ、後ろの方ですよね。やはりこの PWS、こちらは、特化しているということもあるんですけども、肘、膝、この辺りの動きやすさというのは重要視されているように思います。そして、皆様いかがでしたでしょうか。各ブランドのウェットスーツ、今年のテーマなんとなく分かるような感じがいたしますよね。 BWC 界もこのウェットスーツでしっかりとデザイン性に沿ったところを見ていただきたいと思います。以上、皆様方にご覧いただきましたウェットスーツコレクション2019でした。ブームがあるんですよね。カラーリングであったりデザイン性であったり、今年はどうやらですね、シックな中にインパクトというのがテーマになっているのではないかと思います。どうぞ皆様方に、合うベストなウェットスーツを選んでいただければと思います。なおこの後ですね、モデルたちは、各メーカーの方にこのウェットスーツのまま、回ってまいります。できましたらどうぞ皆様方もですね、モデル